多分皆さんの想像を絶するレベルにできないと思うけど、英語好きな人が英語の勉強アドバイスしてることが多かった。あ、覚えるってどういうこと？一語一訳、赤字で載ってる意味を1秒とか2秒で答えられるように、単語と文法の覚え方がまたゴールが違う。本番で自分で解くっていう発想がない、できるようになるっていう経験すると結構好きになる。英語はできないと思ってる皆さん、この動画始まりました。モチチャンネルです。今回はですね、さ、中森先生においでいただきました。はい、ハローゼア。高田教授の中森です。あ、中森先生のハローゼアが昨日のこのチャンネルだけ。はい。ということですね、今回ですね、はい、中森先生にはやはり、ね、英語の勉強本について、ね。いや、おかしいでしょ。なんで森田先生に僕が話すんですか。はい。中森流英語の勉強法。なるほど。まあ、やっぱ武田塾でね、はい、相当な、まあ、相談数。はいはいはい。こなしてきてると思うんですけど。やっぱりできない人が多いですよね、当然。多分皆さんの想像を絶するレベルにできない人が結構多いのが、今までどんな感じがありました？英語何わかるって聞いたら、はい、アップルしかわかんないですピコ太郎かバナナぐらいはまだわかるもうバナナは日本語感覚アップルだったらもう英語みたいな、はい、そんなできない人たちにどういった感じでおすすめしてるんですか？武田塾ができる前とかって、やっぱその、英語好きな人が英語の勉強アドバイスしてることが多かったと思うんですよ。そうですね。うんうん、そうすると、やっぱ英文読めとか、はい、こう、英語に触れろみたいな感覚で言ってる方がすごい多かったかなとは思うんですけど、うんうん、武田塾の場合は一番みんながやりたくないであろう、単語をやれと。おぉ、なるほど、なるほど。これは基本的な考え方が逆算なんですよね。はいはい、そもそも英文法でできるような文章すらまともに読めない人が英語を読もうと思っても無理だろうということで、単語を覚えて、文法を覚えて、解釈やって、一文正確に読めるようにしようねっていう方針で武田塾はやっております。王道ですね。はい。個人で成功してる人が多分このやり方多かったと思うんですけども、はい、もう方針として基本的に英語嫌いな人が武田塾に相談来る人が多いだろうから、うんうん、もう最初からスタンダードなやり方としてこうやっても入れちゃったみたいな。おー、なるほど、なるほど。ですね。はい。うん、あんまりそっか、予備校でなんか英単語ガンみたいな授業は少ないですもんね。そうですね。それこそ、東進の、はい、高速スピードマスター？トレジムでしたっけ、はい、ぐらいかなと思うんですけれども、はい、で、しかもですね、単語やれとみんな言うじゃないですか。だけど覚えらんないんですよ。そうね。まあまあまあ、まさにそこですよね。そこなんですよね。はい。なので武田塾の英語の勉強法っていうのは単語の覚え方からスタートする。おお、なるほど。ですよね、うん。そもそも単語覚えろって言って覚えられる人なら困ってないんです。そうですね。その通りだと思います。はい。だから単語をどうやったら覚えられるのかっていうところを。しっかり教えようって感じ、うんうん、ちょこっとだけそれちょっと教えてもらえますか。でまずなんか定義付けをちゃんとする。単語を覚えるってどういうこと、はい、っていうことですね。そういうこと。単語の勉強するって言って、なんか単語をずっと眺めてる人とかいるじゃないですか。あ、多いですね。とか発音してみるとか、はいはい、紙に書いてみるとか、うん、別にどれやってもいいんですけど、はい、その結果どうなったかだと思うんですよね。で、武田塾で一応ルールとして決めてるのは、一語一訳、赤字で載ってる意味を1秒とか2秒で答えられるようにしなさいと。なるほど、なるほど、うん。それができなかったら覚えてるとは言わないっていう。うん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 。逆に言うと、それができるなら5分でもいいし、2時間かけてもいいし、別にそれ時間とかは気にせずに、結果でそれができないとできたことにならないよっていうルールにしてる。おー、なるほど、なるほど。そこを決めてるのが多分一番重要なのかなと。うんうんうん。でそのために武田塾は一応1日100個一語一訳を覚えるっていうのが基本の1日の量を設定されてて、例えばシステム英単語なんかだと2000単語全部あるんですけど、はい、まあ大体そうすると1日100個やれば20日しかないじゃないですか、ね、はい、復習込みでも大体武田塾だと1週間で400個やって復習込みで、で5週間で一応単語前半に終わるように設定されてる。復習込みで5週で終わらせると。まあ、その後もさらにずっと復習はしていくんですけど、まあ、こんなやり方でやってて、どういうペースでやっていけば終わるのかっていうのを決めて、本当に正しくやってるかをチェックするっていうところから始めてる。それが、なんか、勉強法全部のスタートみたいな。ああ、はいはい。
から単語すら覚えられないような勉強をしてたら他も覚えられないだろうっていう方針クラスだと思うんですね。でそれが終わったら文法で、はい、文法、まあ同時並行のことも結構あるんですけど、ああそうですね、文法に入って、でも単語と文法はやっぱ覚え方がまたゴールが違うんですよ。そうね、はい、でまあこれでですね、竹田君の生徒はやっぱり受験相談に来る生徒ってどういう生徒が多かったかというと、はい、ネクステージとか、はい、ヴィンテージとか使ってるわけですよ、はい、ね、まあ、やってない生徒が大半なんですけど、うん、やってる生徒でも答えの記号とか単語だけ覚えてて、いますね、はいはい、何も理屈分かってないみたいな、この問題の答えはこれだからこれみたいな、はい、もうそうなんです。でさらに、まあ、もうちょっと頑張ってる子は右ページの解説を覚えてる、はいはい、でも覚えてるって言ってるんだけど初見解けなかったりするんですよね。意味ないですよね、本当に覚えてるとこピンポイントみたいな感じになってたりとかで、やっぱりその本番で自分で解くっていう発想がないっていう、ね、そこ重要ですね。なので文法で決めてるルールは左ページの問題文の情報と選択肢の情報だけで、どこがその回答のポイントになってて、なんでそれが正解なのかが自力で説明できるかっていう基準になって、なるほど、そこまでできて初めて文法ができてるっていう、でその文法の問題集だけじゃ厳しかったら、まあ講義用の参考書とかをヒントに使ったり、はい、それこそ予備校の授業を受けたりとかでサポートして最終的に自力でそれができるようにしなさいっていう感じになってる。なるほど。でプラスでやっぱ解釈もやっていくわけですね。文法が一通り終わったら解釈っていく、とにかくまずは一文が読めるようにするわけです、はい、でやっぱり長文っていうのも一文一文からできてますからね。まあ解釈でやるような文章は基本的に簡単な長文だからって一番難しい方じゃないですか、そうそうです、ね、それ以外の部分と比べたらやっぱり難しいと思うんで、そこが読めないとそもそも英語の長文なんか読めないよねっていう感じですか、ね、なるほど。どうですか、今までですごい人いました、英語でびっくりするような、まあどっちの意味でもいいんですけど、伸びた人でも。いや、でも本当に一番すごい例は、それこそ今、田梨校とか、はいはい、あの、校社長兼オーナーやってる伊沢さんは、塾生出身で、英語全然できない状況から始めて、英語楽しくなっちゃって、はい、大学生中に明治大学進学したんですけど、イギリスの大学に進学して、はい、今も英検1級とか国連英検とかもバシバシで、そうなんですね、まで目覚めたみたいなこともありますし、他の例が先ほど実はさっき言ったアップルしか分かんないぐらいの子は早稲田行ってるんです。すごい、実はそんな、そうなんですよ、そんな変わってたわけですね、はいはい、だからやっぱりやり方ちゃんと正しくやっていけば、まあ基本的に成績悪い人ってやってない人なんで、うん、ほとんどの場合って、はい、やってないとやり方間違えてるからなんで、だからこう誰でもそこからやっていけば上がりはするかなと。なるほど、うん、そうですよね、今やトイック満点の先生も言いますからね。そうですよね。ありがとうございます。ちなみになんか森田先生は、はい、なんか英語はもともと得意な人だったんですか。いや得意じゃないですね。あ、そうなんですね、はい、まあ、まあ中学校のぐらいだったら暗記で全部いけましたけど、はい、もう高校になってからもう全然、もう全く分かんなかったです。丸暗記しかできない人間だったんで、なんかよく分かんないけど文にカンマがついてる、なんだこのカンマはと思いながら、とにかく暗記しかしてなくて、で教科書もこんな長い場覚えられないと思って暗記できなくなってから全然ダメですね。え、なんでそれから英語の先生に。あ、もう完全に予備校で文法を習ってですね、あ、こういうルールでできてんだっていう、はい、その文法とか解釈からですね、僕が入ったのは。で論理的に考えればこうやって解けるんだみたいな、はい、パズル感覚ですね、ゲーム感覚でまず好きになったって感じですね。確かになんかこう、それこそ今だとうちの生徒だと、ひじ先生のあの英文、はいはい、あの辺とかやってる生徒が、あれやったおかげで英語めっちゃ楽しくなりました。うん、怖いますよね。できるようになるっていう経験すると結構好きになると思います。そうですね。まさにそうだと思います。皆さんもそういった感じでね、できるようになっててもらえるのはいいんじゃないかなと思うんですけど。じゃあ、中森先生からですね、はい、英語できなくて悩んでる皆さんへ、ぜひ、メッセージを。めちゃくちゃな振りですけど。無茶振りですけど、はい、英語はできないと思っている皆さん、大半の人間はできないところからスタートしています。めちゃめちゃ最初から英語好きな人もいますけど、そういう人はかなり少数派だと思っています。で、そういうできないところからでも上げる方法は絶対あって、みんな上がってるんで、今はできなくていい、だからできるようにするやり方をやれば上がるから、やらないのはダメなんで、ちゃんとやろうねと、やりさえすれば上がるんで、しっかり頑張ってくれると思います。はい、あ、いい言葉がね、中森先生から来て、今、ぐさっと胸に突き刺さって、ね、これで第2の
ね、田無公の第2第3の森哲先生も出るかもしれないですけど、出るかもしれないので、はいはい、ぜひ皆さんも、ね、これ参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。ここから、小林先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。